お疲れちゃんです、ラットです。今日はですね、こちらイチコス5枚シリーズアチャクイ編ね、やっていきたいと思います。まあ公開店でね、アチャクイ出していこうってデッキなんですが、まあアチャクイはね、回ってこないんですね。場に出たアチャクイが死んでから、3枚切ったらね、アチャクイが回るので、まああんま公開店する意味も、まあ、そんなないのはないんですが、まあアチャクイがね、やられてからすぐ回せるよねっていうところと、まあ、あとアチャクイは単体系に強いんですよね。ナイトとかバルキリーとかもミニペッカとかスキル使っちゃえばね、処理できて、そして小物系にね、弱いっていう弱点があるんですよ。まあコウモリとか盾の戦士とかスケルトン部隊とかね、まあそういったところを、1コスたちでね、はい、カバーしていけば結構強いんじゃないかなっていう。で、なんかマザネクはね、そう言っときました。なんか他に攻めれるカードというか、守れるし攻めれるカードがないと、まあ、やっていけないよねっていうので、さあこちらでね、やっていきたいと思います。さあ、ギターよろしくねと。で、ちなみになんですけど、なんかこれと同じようなね、まあ、その人の僕パクったんですけど、ロリババかな?ロリババをアイゴレにやってね、そうなんか使ってた人もいました。海外のね、ルーカスっていうね、もう世界大会でも出るようなめっちゃすごい選手です。はい。まあ、その方もやってて、まあ、マザネクなのかな、何でもいいかなと思ったんですけど、まあ、多分空にも陸にも対応できて、まあ、防衛でも攻めでもね、活躍できるってなった時に、ああ、入るんじゃないよ、君。何やってんだい。まあ、マザネクアンパイなのかなっていう、まあ、ぶっちゃけ何でもいいと思うんですけどね。これもう一回スキル使えたら扱ったけど、相手はこれスキル警戒ですね。まあ、ここちょっと一回指定しようか。スキル警戒で端前に檻が来ちゃった。なんかマザネクの中でなんかユーノとかでもさ、普通に戦えると思うんだよね。オリベビってことは、まあ、スケラーか、まあ、なんだろうね、エレジャイとか。ちょっとマザネク行き過ぎだな。もう、檻裂いて、これ、端前着衣はそこそこに熱いんじゃないんだろうかな。行ってみようかな。でさ、行っちゃって、まあ、スキル使いながらの、エレジャイ終わりました。終わったんですけど、ヤヒース飛べば。終わったんですけど、まあまあ、そんな分僕はもう一回ちょっと攻めたいね。エレジェはね、アチャクイいなかったら止まんないね。そう。まあ、なんなら攻め取るねとかね、コスト使ってくれてもいいので、その代わりこのカウンターちょっと攻めたいよね。さあ、LA スピでビリビリしながら、ちょっとダメージを抑えると。で、ファイスピで削る。で、ここアチャクイ早めに行きたいな。マザネクとライトニングで、まあ、一緒に処理されるのが一番嫌なので、ユニット来てからでも間に合うね。ユニット来た。したら、ヒースピで回復させながらのタルババでターゲットも増やすと。あー、これですね。そう、ライトニング防衛がね、いい防衛でしたね。相手もライトニング防衛しなきゃ、エレシアのフィジカル受けをしなきゃ、僕のアチャクが多分きついので、まあ、そういった意味ではちょっとね、エレシアケツから来てくれたら逆サイ端マアチャク行って、みたいな。いや、これちょっとめんどいっすよね。まあ、これでも行った方がいいっすね。僕削んなきゃいけないので。さあ行って、透明化して、タルババでターゲット取りながらの、さあ1コス追加。もう一回透明化いけると熱いな。これいけそうだけどな。で、タルババ追加。よしよしよし。いやもうすんごい攻めしてるんだけど。で、うわ、相手捨ててきたか。相手捨てて、いや捨ててはこないか。いや、あとちょっとか、あとちょっと落ちてほしい。あとちょっと落ちてほしい。いや、落ちたらちょっと話が変わるで、だって。熱くね、俺からしたら。ね、圧着で速攻飛ばしたいな。これは高めでいきます。圧着がね、死んでも速攻回すっていうやつですね。なんで、死ぬまでに頑張ってほしい。さあ、それはちょっと相手、ミスじゃない?大丈夫?で、問題は、俺はここで、相手の真ん中圧着ぐらいやる覚悟でいないと、真ん中のエレジおじさんで行かれるのと、守られてもこれやばいんでね。どうしようかな。攻めてくんねえかな。攻めてきた。これでも何でも耐えられる俺。アイスピーファイスピー。あ、これ決まったでしょ。おい透明化、着衣最強。でかいね。まあ、着衣回るのがね、ちょっと遅いので、まあ、1コスでめちゃくちゃ急いで回してって感じかな。ライト打たれると、その他もう何もできなくなっちゃうんですよね。ライトがきついよね。さあ、エレンジョイに勝ったの、ちょっとでかいんじゃないか、まあ、マザネグの枠なんか他にもマジでできそうだなーってすげえ思うんだけど、あんま思いつかないな、でも。うわー、レイジ君。レイジイコールスパーキー、9割ぐらいスパーキー。あー !1 割のエリゴリ引いたっすね。で、まあ、ここはマザネクから行くか。で、相手にこれ、ライトニングがあったら、終わるよなぶっちゃけ。どうだろう、これ。ちょっと待って、アチャクイコールどんぐらい頑張れるんだろうな。アチャクイでできるだけ早めに溶かした方がいいんだよ、マジで。そう、さ、透明化してあげて、
で、タゲ後ろに行くの熱い。熱い。え、待って、めっちゃ熱い。で、しかも今、スケでリゴレ地味に溶かしてます、これ。見えないところで。熱い熱い。あ、着いこれでね、手札にここで回ってきたらめっちゃ熱いんだけどね。回ってこないですからね。ここで回ってきたら熱いんだけど、回ってこないので、さあ、タルババと、いや、これ矢できたらやばい。矢できたら泣きたい。いや、何も来ないパターンか。コースはないのか。さあ、いいね。圧着衣透明化からの非スピタルババ追加、これマジで皆さんめっちゃ強いんで覚えてください。さあ、圧着衣がまあ、回るけどな。これどうする？キングに行くか。あれでも喜んじゃったもんな。これ。まさにく火力がね、おてんなんですよ、マジで。火力がおてんだから。まあでも圧着衣でやっぱ速攻溶かすのいいよね。さあ。で、速攻溶かしてしまえば、いや、いい。いや、めっちゃいい。着衣。エームがさ、しっかり後衛から行くの。で、こうさすがに焼かせないよっていう。焼かせないよって。延命してね。いや、これライドはちょっとやめろ。いやー、行かれるっすよね。まあまあ。でさ、タルと透明化で、ちょっとキングもね、狙っていかなきゃね。あー、やなめいいね。さあ、どうするこれ、多分、折ろうと思えばね、意外と着衣ゲート折れるんだけど、問題守れるかどうかなんだよ。圧着今早めに出したいもん。今すぐにでも高めにでも出して。いやー、一回攻めよう。一回攻めて、圧着に お亡くなりになってもらって。え？あ、だよね。でさ、ヒースピー。いや、これがめっちゃ天才。圧着早く死なねえかな。圧着が生きてるとさ、俺がピンチなんだよね。そんなことある。圧着死なねえかなって。圧着の死は望んでるって。やばいよね。さあ、いや、マジで。いや、でも、意外と耐えれてる。さあ、で、圧着溶かす。いや、まあ、公開点、マザニクナウ。もう圧着じゃねえ、今。マザニクナウ。で、俺の負け筋は、インドラが事故ること、インドラが事故ることなんで、1コスで竹取る。さあ、パーティーよ。すごいよ、これ。なんか、すごいんだけど、あんま火力が出ないっていうね。圧着もっと出して、早く。ちょっと待って、なんとも、なんとも、いや、絶対強いんだけど、絶対強い形なんだけど、なんかむずいな。なんと見えない。めっちゃ回してんのに、圧着衣全然来ないからね。さあ、一回スキル使う。いや、今んとこただのマザネクよ。いや、ただのマザネクよ。いや、マザネク。さあ、圧着衣も残ってるし、マザネクがね、頑張りました。いや、これよく勝ったね。マザネク頑張ったよね。間違いなく。圧着衣より頑張ってた。なんか、こういう相手にね、圧着衣こう、2体、3体、ね、出せないってなると、意外と、ね、早くしなや。出せねえやんけってなっちゃうんすけど、まあまあ、マザネクでよかった。今のに関してはマジでよかった。さあ、で、やっぱヒースペー回復してもよかったけどね。スケバレポイズン、また珍しいけど、まあ、バレバレ系なのか、今んとこ。さあ、バレバレっぽいの来た。いや、これちょっとやばい。お願い、削んないであんま。さあ、ウッドでもこれ絶対ね、ナイとかスケルトン部隊なんですよ。奥目プリンもあんちゃうんだけど。なんで、透明化からの、この小物で、さあ、回復させながら突破します。で、スケルトン部隊来てもいいように、ファイスピ追加。いやー、頑張れる。で、もう一回透明化できるか、だっていうサイクルができると、マジで熱いけど、これでダメージ稼げるのも熱い。さあ、バレバレ。いやー、これちょっと LSP とかちょっとユニットで耐えちゃったな。で、ポイズンも来てもいいように、ヒースピ。いや、来てからでもよかったか。いや、もったいないな。スケ一体、ね、亡くなしたことによって豚も一匹減っちゃったんでね。さあ、ここは、どうしようかな。相手なんかコストの使い方次第では逆サイ単体もあるんだけど。まあ、ここは、アイスピぐらいでいく。はじめ行っちゃうか。行っちゃって、まあ、バルキリーからでしょ、まず。バルキリーさ、こんにちは。で、からの、まあ、スピが来るわけですよ、ここで。で、回復して。回復、いや、これよ。何着ても止めれないんですよね。まあ、ペッカとか、メガナイトとかの、めっちゃタフ。新鋭隊とかね。まあ、そうなったら、まあ、止まっちゃうかもしれないんですけど、なんか基本的に、この、なんだ小物にはま、スピ系でね、全部やれるのと、単体ですよ。ナイト、ミニペ、ハンター、まあ、なんかそういう系の単体はね、もう全部圧着でボコれるわけですから、まあ、そういったところはちょっと熱いね。さあ、相手もね、もう芝ポイズンをね、さあ、堂々とかましていく。まあ、こんなんもう、端マーチク行っちゃえばいいからね。行って、透明化使って、まあ、バルキリーからか。あー、ここからのバルキリーは嫌だね。さあ、スピで、すべてを破壊していく。いやー、着いいな
結局強かったね。なんかもうちょっとなんかこのカードサイクルの仕組みが変わって俺結構弱くなったんじゃないかなって思ったんだけど、そんなこともない気もしないこともない。さあ着衣スキルで透明か。小物は、はい、スピでカバーして、あー終わりましたね。オッケー、アーチャクイ、まあ、なんでアーチャクイとは別にしっかり戦えるカード入れとかないといけないですね。アーチャクイでね、メインで防衛攻めっていうのはもうできなくなったけど、アーチャクイの他に攻めカードであったり防衛カードがあればちゃんと戦えますね。さあよろしく。前の仕様だとねめちゃくちゃ無双できそうだけどね。アーチャクイ死んでネクストにアーチャクイ来てとか、一生アーチャクイ出せればね、まあそれも強いんだけど。さあファイスピー、まあ1コースあたりで削ってね、圧着衣積極的に出していこうか。圧着衣いかれても秒で回るんでね。あー俺のスキルが。さあインドラライト、まあ、ライトニング来ましたね。ライトはマジ天敵っすね。圧着衣もう無駄になっちゃうというかね、普通に交換されちゃう。もうウィザードとかがネクロとかがライトニング打たれるよりも痛いですから。さあでも回しました、頑張って回してました僕。うん、で相手何もされてこないんで、あ橋回っちゃく行きたかったなこれ、行きたかったな。マザネクこれタンタで行っても全然プレッシャーなんないんですよね。これすごいぐらいなんかね、もう飾りなんですよねこのマザネク。かわいそうなぐらい飾りってか、ジャイスパでライトニング、これまた珍しいね。さあ透明化してえぐい、そう、なんか黄色おじさんがいる。黄色おじさん見るのは久しぶりだな。なんか圧着衣しかやっぱ見なかったっすからさね。さあ透明化使いながらのヒースピ追加っすね。ここのヒースピ欲しい、ヒースピ欲しい、ヒースピ欲しい。ほぼ確で回復できるんでね、やっぱ透明化する瞬間というか圧着衣に対して絶対ユニットのように偏ってくるから、透明化タルババヒースピマジで最強です。まあ、1コース後ろの辺につけてからなんだかなれってやつですね。さあ、ファイスピー。ちょっと削りながら、ぶっちゃけね、今みたいな、すんごい攻めをされると、完璧に守るっていうのはね、結構不可能レベルだと思うんだけどな、俺は。これスキル使ってくれたら金魚とできるんだよな。あ、来た。おい。ナイス。金魚とは熱いね。いや、俺でも攻め手がないんで、ちょっと削ってきます。なんでも端回着でいいな、もん。気づいたわ。いや今マザネクだったらもっとよかったな。あーライトか。えてかライトニングなのびっくりすることちょっとめっちゃ多いんだけど。さあタルバで削っていく。あーまあおじさんか。これマザネクでいこうか。あっちゃく一応逆サイ始めゴブジャー来た時に秒とかしできるように取っときたいっすよね。なんだ俺が行っちゃう。いやいいね、タイミングかぶるの熱い。しかもライトニング絶対ないでしょ今。てかさゴールドおじさんやりすぎじゃね。さあここでコウモリ来る？エリキかコウモリ？いや回復して。あー LSP やりすぎだって。ちょっと待って、やりすぎ透明か。いやー無理か。待ってやばい、待ってずっとタルババそんな縛ることある？ちょっと待って、縛タルババおらんやろやるやつで。これライティング間違いなく来ると思うんだけど、まあ、逆線無視でいいね一旦。低め置いて、いや来ないのか。これタルババ、いや豚やってやめて、あー見てくれ。いやいい、残る、熱い、透明か。で、スケとかに竹が行く？おつ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 。うわー、ライトニングめっちゃいい。待って待って。めっちゃいい試合してる。めっちゃいい試合してる。ガチやばい。ゴールドおじさん、あちゃくいのね、意外と天敵というかね、フィジカル硬めなんで、あの子。そう考えるときに、ちょっと突破がだるいんですけど、突破しに行きたい。いやー、これちょっとやばいな。いや、これ美味しい。限界まで待って。コウモリ？ライト打たれても LSP 系ある。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。タルバボールプレッシャー。で、端回着いきたい。いやー、この、おじさん！いや、おじさんが結構ね、圧着に強いっていう事件、圧着じゃない、マジアチャに強いっていう事件。いや、マジ事件だな。さあ、1コス頑張ってもらって。さあ、端目さえた。いやこれタイブレイカーで負けちゃうのかな、もしかして。
そんな感じ？いや、甘い。負けなど許されない。勝ちに来、勝ちに来んだ。透明化、透明化、透明化、来たー。いやーマジで、なんで勝ったか分かんないけど、よかったっすね。でライトニングめっちゃいるね。もう圧着位対策でスパーギーとかも全部ライトニングになってるから、まあ、逆にザッピーとかめっちゃ強そうだけどね今。さあよろしくん。いや思ったよりも勝ててるね。まあでもアチャクイだけだとやっぱ戦えない。マザネクもそこそこにいい味は出してるけど、もっと積極的に攻めてもいい気はした。なんかアチャクイやっぱね本当に一生出していきたい。イチコス3枚でね回るので。さああれでなんで泣いてんだよ。これライトニングギター終わります。振りすぎても終わります。さあスパ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 ー。いや強い強い。まあでもここでタレパ欲しかったな。あこれも回復してあげて、あんなマザネクもこの後刺されそう。さあからのさあ透明化。いやここでタレパ欲しかったな。無理やり回してけばよかったかな。いやなんならアイスミンタケいく。いや熱いね。さあちょっとプレッシャーかけて、いや無限無限だ。いやたまたま回復届かないよね当たり前に。さあファイスベー削りながら、これ相手普通のラバルか。いやーラバルですね。いやこれマザネク出さんで普通に高回転で回してもよかったけど、多分ねスピー系とマザネクで思ったより止まるなこれ。いやこれ完封でき、完封というかまあ爆破だけで押せるの熱くて、まあ、問題はね意外と相手ちょっとねこれはね低めわざわざ豚にさせてください。まあスペルファイボザップだったら圧着輸送できるんで、なんかマザネクも結構熱いな。このまましかない。まあ、圧着はね、意外と刺されにくいんだけど、あ、でも、ガゴも墓石も裂いてるんで、これいっちゃえば熱いな。いや、でもなんかめっちゃ来ちゃったな、ここ。いや、メカゴな。ええ感じに処せれば熱かったな。さあ、圧着のスキル使うのちょっと早かったっすね、僕。さあ、まあ、ここは、一発は絶対入るんだけど、一発で止まりそうなの。アイスピいらないよ。一発で止まる。よしよし。いや、なんか勝てそうなの、なんかじわるな。さあ、相手もね、あ、いやもう、豚パーなんだよな。いや、諦めちゃったんだよな。ね、もう、マザネクじゃん。もう、圧着位じゃないじゃん。圧着位のおかげでね、バルーン止めれたのはあったけど。いやー、ナイス。ナイス。なんか、ガゴに、スケルトンみたいにね、ボスケ、ライトニングあったんかい言うてな。あ、これ絶対ラバとかあるでしょ。で、もっとラバから組み立てればよかったのにね。さあ、ナイス。俺がね、端前一生言ってたから、あれ多分必死でしたね。さあ、よろしく。いや、端前一生だから、圧着いっちゃいたいな。タルババあればワンチャンあり。相手がね、なんだろうな、相手のペースに合わせてるとやっぱね、勝てないので、こういうデッキはね。わあ、スケールスピカー。まあ、ロイジャイ、ロイホグあたりっすよね。もうゴリゴリのテンプレ系のね、さあ、強そう。トリティーニャってことはまあロイっすよね。これちょっといっちゃおうかな。ライト来る？あ、ライトっすね。スキルつかなくてよかったっすね。さあ、ロイライトだ。いや、これが天敵だな。さあ、トリタン。ファイスピ削りか。だって普通にもロイ出されて圧着にライト打たれたら、そのターン 100% ダメージ受けちゃうっすからね。いや、これでも今、圧着位回ってるんですよね。熱いんだよな。この圧着位を、ね、1コス3枚で回したので、この辺でダメージ稼ぎたいんだけど、圧着位強いんだよな。相手の圧着位が強いんだよ。透明か。いやー、惜しいな、なんか。ね、めっちゃ惜しくなかった、今の。やぶねー、耐える。さあ、なんならこのゴーストがめっちゃきつい。さあ、ゴーストがめっちゃきついね。まあ、あれだな、一回端前圧着位して、ライト打たして、二周目の圧着位で、頑張るが正解なんだけど、頑張れないよね。絶望だなこれ。絶望オブ絶望だよね。これの勝ち方をちょっと募集したいと思います、皆さん。あれでそんなこれコストないんじゃない。いやー俺もね、スキル使う余裕がね。さあ、いやー強すぎる。これはもう無理っすね。ああ。
しょうがないね。もうこれ以外を引けば、まあ意外にいけたよねっていう。まあそんなわけでも今日本当にでもライトニングしか多分当たってないので、多分ね、マジでライトしか当たってないですよね。だから普通に、なんかなんだろう、ライトが腐るデッキとか今めっちゃ強そうだけどね。この、まあ圧着位が解放されれば、まあまた変わると思うんだけど、今圧着位がとりあえず強すぎるからこそその、ね、100% ライトニング環境なので、まあ圧着がね、メタればまあとりあえずちょっとトロが上がるみたいなね。まあそれこそ、ね、バグがなくなったけどラバクロみたいな。ね、ライトニングだって打つかあんまないですから、どうなんだろうね。もうライトニングゴリゴリ打たれるだけでも、はい、入っちゃいそうな、これ。さあ、でもライト咲いたので、最後のワンチャンをね、掴み、さあ、タルババ、透明か、ヒースピー、でも相手も必死なんでね。さあ、はい、まあいっぱいね、時間を稼がれてしまうと、さあ、苦しいよね、というわけで、まあ負けちゃったのは負けちゃったけど、まあ、ライトニングですね。本当に時代がなんか変わりましたね。こんなライト流行ってたっけっていう。さあ、9ですね。まあ、皆さん、12勝までね、いけたら本当にすごいです。やってみてください、ぜひね。はい、というわけで、今日はね、1コス5枚で、アーチャクイ&マザネック、まあ、やったんすけど、まあまあまあ、アーチャクイもマザネックも、まあ、強いんでね、結果、高回転出せれば強いんですけど、やっぱ、ライトニング垂れた瞬間が絶対的にきついので、まあ、デッキ次第では、アーチャクイにライト垂れても、他でカバーできるデッキなら強そうですし、まあ、なんならね、アーチャクイ用にライトニングめっちゃ流行ってますので、まあ、ザッピーだったり、ホバリングだったり、まあ、その辺のデッキもね、今ちょっと強いんじゃないかなっていうので、またね、いろんなデッキ紹介できたらなと思います。よければチャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いします。では、大塚ちゃんです。またね。